芳賀健司の釈放に紀藤正樹弁護士、不起訴処分が出れば愛知県警の捜査ミスが疑われる事態。弁護士の紀藤正樹氏が16日までに、X、旧ツイッターを更新。強制執行妨害目的財産譲渡過疎などの疑いで逮捕されたタレントの芳賀健司、63、が処分保留で釈放された問題に言及した。芳賀は、約3億円で購入した沖縄県のビルや土地を差し押さえから逃れるため、自身が代表を務める会社に所有権が移転したと虚偽の登記をするなどした疑いで、9月25日に愛知県警に逮捕された。だが勾留期限だった15日、芳賀を含めて一緒に逮捕された7人全員が処分保留で釈放された。紀藤氏は全員釈放。検察の最終判断が注目されますとした上で、もしこの事件で不起訴処分が出れば愛知県警の捜査ミスが疑われる事態ですと不起訴になった場合、愛知県警の責任が問われると指摘した。